高生寺古墳は、福岡県かす郡海町高生寺二丁目にある、古墳時代前期の前方後円墳。国の史跡6月26日指定。福岡平野東端部、現在の海町北西端の標高約46メートルの東西に伸びる、丘陵上に位置する。たたら川支流の海側の流域にあたり、川の欧岸から約700メートル離れた場所にある、東古墳の 約300メートル北西の締め町たとみには4世紀の塩墳である七夕池古墳がある。1953年に福岡高校の教員であった森定次郎が測量を実施し古墳の存在が明らかになり、1970年代から海町が国や福岡県の協力により墳墓部分の土地を順次徴有化し、1975年6月26日、 花は大気古墳と同時に史跡に指定された。1996年から1998年にかけて発掘調査が実施された。前方部を北西に、公園部を南東に向けた前方公園墳で、墳球全長約54メートル、公園部径約34メートル、前方部長さ約20メートル。前方部が2段築成、後園部が3段築成で、2段目以上は、 石吹きである。公園部に埋葬施設があり、箱式石棺三期、先竹形木管一期、河原家質疑一期が存在した。また、墳墓内からはマガ玉、くだ玉やハジきの高月、亀、壺、大型壺などが出土しこれらは、海町立歴史民族資料館に収蔵された。か谷郡内最大の前方公園墳であり。 被装者は現在のカスヤ地域を当時支配していた豪族、または王と考えられている。またこのことから、ギシ和神殿において、那国から東へ百里の場所にある国として記載されている、フミ国が当地に所在したとするの説もある。発掘調査終了後、古墳は1999年から翌2000年にかけて公園として整備された。 噴球を盛り土で覆い、築造当初の形状で復元したが、公園施設として、周囲の緑地と一体的に利用するため、吹石は復元せず表面は芝生としている。噴球の頂上に登ることができる。緑道に面した一角には、ガイダンス広場と称する広場があり、本来の吹石のある姿の噴球を五分の一の縮尺で再現した模型が設置されている。ありがとうございます。